どうも、ヤです。ピンポン。はい、今回はですね、この自粛期間中ってやっぱりさ、こう夜更かししちゃったりとかで、こう昼夜逆転になっちゃったりとか、まあオンライン授業ある人は多分、まあ生活リズム壊れず、いつも通りの日常を送ってると思うんですけども、私は結構まあ夜遅くまでゲームしたりとかで、お母さんに早く寝なってとかね、結構言われたりとかして、まあ喧嘩にもなっちゃったりとか、繋がると思うんですよ。ということで、お母さんの決めたルールで一日生活してみたら、どうなるのか検証をしてみます。まあだから1日ゲーム禁止とか言われたらだいぶきついし、まあ何が出るかわからないんですけど、お母さんにまああらかじめ考えといてってさっき伝えたので、今ねお母さんに聞きに行きたいと思います。まあ夜遅いので明日ですね、次の日実行していきます。ということで早速聞きに行きましょう。ピースピース。はい、ということでね、ママちゃんの元に来たということで、早速発表していただこうかな。どんどん。いいですか？じゃあまず第1つ目、3食のうちのどこかで1食メニューを考えてご飯を作る。やまーん。オッケーオッケー。2つ目、モコタンをお散歩に連れてってください。いや、モコタン。いかんね、モコちゃん、外の空気吸いに。そして3つ目、北海道のおばあちゃんに元気ですかって電話をしてください。4つ目、ゆなちゃんがよく弾いているピアノ1曲を少し動画でお披露目してください。まあ少しね。少しね。ほんの少し。5つ目、ジュジュン。この動画が回っている間1日語尾にござるをつけて喋ってください。めんどくさい。忘れそう。分かったでござるか？分かったでござる。それが5つの指令です。ちょっと簡単かな。そうね、一番難関なのはご飯。え、ござるじゃないの？ずっとござるを作るのよ。朝起きた時からだよ。おはようでござるって言わなきゃいけないのよ。そっからだからね。おはようでござる。でも一つ言いたいのが、ゲーム禁止令がないからやり放題でござる。その他の時にすごい怒ってるから、そこはここでは使わない。怖いでござる。もう今日は夜遅いので明日実行します。また明日。アデュー。やばい、ガチ眠い。本当にもうガチの寝起きなんですけど、11時42分、起床でござる。ということで今日はお母さんの言うこと聞く日なので、なんだっけ、5つを守って今日は一日過ごしたいと思います。目覚めてないので今から朝シャンしていきたいと思います。あ、していくでござる。じゃあねでございます。はい、今メイクが終わりまして、時刻がね1時54分。夜ご飯何作ろうかな、決めてないんですけど、とりあえずピアノ弾きますね。行きましょう。キュンです。もうこの辺にして終わりたいと思います。あ、待って、ござる忘れてたんだけど。くっ、ガチやばい。今からもこちゃんのお散歩に行くでござる。準備するでござる。お散歩行く準備します。これにもこちゃんが着るやつです。じゃーん、なんかわいい。でもまこちゃんまだ外が怖いので抱っこをしてお散歩行くんですけど、よいしょ。では、行くぞ、マコティン。マコちゃん、楽しかったね。楽しかったね。頑張ったね。偉い偉い。はい、今ね、お散歩から
帰ってきたんでござるんですけども、いやでもどうしようかな、何作ろうかな。私しばらくもうご飯を作ってないんですよ、料理を。荒野行動の腕は上がったんですけど、料理の腕は一歩に上がらずっていう感じなので、ちょっと髪の毛っていうことで、今からご飯のメニューを決めるでござる。はい、じゃあ早速作るでござる。危ない。おけみでござる。眠いわね、すごく。間違えた。眠いでござる。10分ほど置くみたい。ちょっと待たなきゃ。チラン。オープン。あっつい。鼻汗かいてきたんだけど。もう真夏じゃん。パセリを自分で切るのがめんどくさいからこういうタイプを買ってしまった。じゃーん、じゃーん、なんか謎の組み合わせ。あと一品作ります。作るでござる。私はね、めんどくさいご飯を選んでしまいました。なぜこれを選んだのか私はわからない。じゃーん、ラスト1枚です。こちら今ね、8個作ってた。餃子作ってる気分。初めてこれ作るんだよね。でもいや、今日作ったやつ全部初めてだけど、なんかいつもとちょっと変わった料理を作ってみた。はい、これを今から揚げていきます。揚げるでござんす。あ、ごわすだっけ、忘れてきちゃった。こんな感じで揚げていくでござる。ねえ、晩ご飯を作ったでござる。あ、すごい。いただきます。チャーハンでございます。すごいね、初めて作ったね。うん、今回のやつ全部初めて。うん、ガーリックが効いてます。はい、ガーリックチャーハンです。うん、美味しい。これすごい気になる。すごい上手。三角。中はチーズとベーコン。うん、おつまみにもなる。ちゃんとカリカリだね。うん、うん、うん。スープは？じゃあスープ失敗するから。うん、美味しい。美味しいよ。今までで一番上出来た。うん、美味しいと思う。何点でござるか？92点。92点。残りの8点何？まだ100点にしたくないだけ。久しぶりに作りました。ディンディン。じゃあ私もいただきたいと思うでござる。ということで、今日の一日はお母さんのルールを聞いて過ごすというね、動画だったんですけども、なんかおばあちゃんがね、電話が出なくて、それだけちょっと成功はできなかったんですけど、なんかいつもとちょっと違うかったので、よかったです。はい、よかったでござる。ということで、皆さんもなんかね、こういう語尾に何かをつけるだったりとか、結構忘れがちなので、ぜひやってみてください。ということで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もまた見てください。バイバイでござるー。